ヒストリー。はい、これはいいよ。さあ皆さんもちろん自他ともに認めるハロプロ最強のコンビということで、そうね、はい、福ドゥコンビでございますけれども、うん、まずはこうのんびりゆったりとその歴史を振り返っていきたいと思います。まずお二人がこう出会った。ちょっと待った、ええなんだなんだ、あーあーあー待ちなさい、なになに、待つ、待つんだ、なんだこれ、なんだなんだ、えなんだこれ、なになに、待ちなさいよ、なんだなんだじゃないよ、はあ、あれ今から何をやろうとしてるんだ、あんたら、え、え、福ドゥヒストリー、なんだ、福ドゥヒストリー、振り返ろうって、そんな生ぬるい企画見たいのか、みんな、なんだと、あなたは、ハロプロの MC といえばこの方しかいない、爽やか五郎を率いる上場軍団の、誰だ、それいらん、爽やか五郎メインの、メインのとかいらん、バスケチームに力を入れてるというの、違う、なんだ急に、鈴木啓太だ、鈴木啓太、そうだ、バスじゃない、何何、ちょっと待ってくれ、何どうしたのよ、フードゥヒストリーとかそんな生ぬるい企画やらせませんよ。 いいでしょ、なんでですか、どういうことよ、あのね、今ね、フードゥコンビが最強、うん、最高だとか言ってるけど、言ったらそうでしょ、果たして本当にそうなのだろうか、いや、そうでしょ、絶対、いや、違いますよ、だって仲いいですし、2人も、そうですよ、仲良し、情報入ってるんです、何の情報、何、あのね、福村瑞希は工藤遥に言いたいことがある、何、何を、靴下のセンスが変だ、あらあら、ちょっと待って、どこで仕入れたんですか言ってたろ、言ってた、認めるんかい、ちなみにどういう靴下を普段履いてるんですか、え、なんか食べ物の、うんうん、なんだっけ、なんか鮭みたいな柄の靴下履いてて、何これって言ったら、それ、なんだっけ、カツサンドだったんだっけ、カツサンドです、なんかもう何の食べ物かもわからない食べ物の靴下を履いてて、なるほど、はい、履きづらそうだなと思ってて確かにあんまりアイドルが履いてるイメージないな、逆はないでしょ、逆もあるんだよ、え、逆もある、あるわけないだろ、こんな2人に、工藤から福村瑞希にそのまま伝えます、こう言ってました、片付けが遅え、あらこれは、おい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 、下克上ですよ、もうこれは、もう少しオブラートに包んでから、いやいや、片付けが遅えとそのまんま実際そうは言ってました、はい、そうです、いやいや悪びれもなく遅いでしょ、遅いです、そうやってね、いがみ合ってるのが最強のコンビなんて言わせないんですよ、なんだよ、今ね、福ドゥ以外にも、うん、最強のコンビを狙う者たちがたくさんいます、何それ、そいつらを倒してから言え、なんだあいつ、お笑いの楽屋だってめちゃめちゃ静かなのにやめろ、なんだあいつ、なんだなんだ、アイドルのバースデーイベントで生き生きするじゃないか、あいつ勝てる気がしねえ、なんなんだあいつは、ここがホームだなんでそんな怒ってるんだよ、怒るに決まってるだろ、なんでだ、去年も今年も MC がタイムマシン3号、福ドゥはタイムマシン3号、俺に回ってくるのは佐藤正樹、生田絵里奈だよ、あら、いいじゃねえかよ、重圧がすごいんだ、なんでだ、何の重圧だよ、怖いんだ、いいだろ別に、かもちょっとだから、だからね、もうね、おう大丈夫だ、やらせない、大丈夫、その代わり俺たち田中麗奈も請け負ってるんだ、それはそれで重圧がすごいんだ、そのパターンだったか、そらそれすごいんだぞ、ということで一応ね、こちらも無茶ぶりがございますの で、はい、でタイムマシーン3号に来ちゃうから無茶ぶりをしてください、やめてよ、やめてやめて、じゃあ、はい、来年のバースデーイベントも司会お願いします、めちゃめちゃいい子、めちゃめちゃいい 子、あれあれあれどうしたの、ほらあれ、生田さんとまーちゃんがいるから、そう頼んだよ、不思議でいいよまたね、来年もケイタも一緒にね、できたら、はい、ぜひね、よろしくお願いいただきたいと思います。